どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はジェッパ武器急増、トライストリンガーだからこそ抑えときたいジェッパ狩りのコツとなります。トライストリンガーを使ってて最近感じるのがジェットパック持ちの武器とのマッチングですね。武器の種類自体は少ないんですが、ジェットパックの強化と相まって増えてきたように感じます。そこで今回は後衛武器として相手のスペシャルを潰せる可能性があるジェッパ狩りについてまとめていきたいと思います。試合中に落とせるとかなり有利になるんですよね。最近枯れるようになってきたので、そのコツなどまとめていきたいと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルをオンしてくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まず本題に入っていく前に、今の環境でジェッパ狩りが必要なのか考えていきたいと思います。まずジェットパック持ちは必戦がピットブラスター、デコ、クーゲル、シュライバーの3種類のみとなります。武器の種類自体は現在少ないんですが、いずれにしてもメインの押し上げが強い武器となります。ジェッパを起点に動かれますね。さらに厄介なのは、ジェッパ成功時に前線への押し込みが行われるので、長時間の自陣制圧につながるという可能性が高くなります。敵チームもジェッパに合わせてスペシャルは前線へ上がるきっかけにすることが多いので、可能なら潰していきたいスペシャルとなります。もちろん逃げて耐えることも可能ですが、ダメージ範囲が広がったこともあり、逃げ切れなくなってるんですよね。以前よりも壁の大きさも考えないと被弾して終わっちゃいますので、味方にヘイトが集まっているうちに潰したいスペだなと感じます。個人的には敵チームの攻撃の起点や押し込みのきっかけになるので、狩る必要のあるスペシャルだなと思ってます。それではジェッパ狩りを実践する上でのコツなどについてまとめていきたいと思います。これに関してですが、前作のスパチャク狩りの感覚に近いなと思ってます。一度できれば一気にコツをつかむタイプですね。そもそもスパチャク狩りって何ぞやって方もいると思いますが、スパチャク発動時に空中で花火にしちゃう倒し方です。今で言えばサメライドのアーマーをつく前に倒す感覚ですね。発動に合わせてエイムを合わせるのが特徴となります。話は戻しますが、スパチャク狩りとジェットパックの共通っていうのは、上を向くという感覚とタイミングが重要になります。そのため一度でも倒せる経験をすると、一気に感覚でさばけるようになるんですよね。前置きが長くなってしまいましたが、感覚を身につけるために押さえておきたいコツというものをここで紹介したいと思います。まず一つ、最大射程で攻撃することです。これは倒せる倒せないに関わらず守る部分となります。まずジェットパックの射程ですが、試し撃ち上で6本目まで届きます。これは立体よりもちょっと短いです。ですがトライストリンガーの射程は約 5.4 となってますので、確実にカウンターを食らうんですよね。被弾を抑えて狙うには最大射程を使ってギリギリ当てるしかないです。まず倒すためには最大射程をしっかり把握した上で狙うことをお勧めしたいと思います。まあ倒されたら元も子もないですからね。2つ目は直当てを狙うという点です。最大射程で狙うので局射を当てるイメージかなと思われるかもですが、逆です。ジェットパックとのタイミングを考えてもらうといいんですが、必ず相手を攻撃を当てて圧をかけてるために近づきながら撃ってきます。これがいくら逃げようが撃ちながら追いかけてくるんですよね。そのため最大射程を意識しすぎて局射を狙ってしまうと、意外と上の方をかすめていくことが増えます。この点を押さえた上で改めて狙うとなると、綺麗にエイムを合わせる方が倒しやすいっていうことが多かったです。実際動画見直したりとかして綺麗に直当てエイムを合わせてましたね。仮に当たらなかったとしても、相手は狩られる可能性があるので、その場に留まることが多くなります。この時に距離感を調整する方がいいです。まあ、Xローとか直接相手を攻撃する時ってエイムをそのまま置くんですけど、まあ、それに近いなっていう感覚ですね。意外と直接当てに行った方が当たりやすいなっていうのが経験上あります。3つ目は着地を狙うという点です。ジェッパ狩りといっても空中で倒すのが理想ですが、あえて着地を狙うというのも大事です。空中で倒せなかったとしても、うまいことやり過ごしていれば着地した時に倒すことは可能となります。もちろんその周りを守る敵が他にもいる可能性は十分ありえますが、一番確実に狩れる瞬間でもあります。
ジェッパーを発動されたらどのあたりから出てきたか覚えておき、しっかり着地を刈るように意識しましょう。コツについては以上ですね。3つ目に関しては意外と忘れがちな部分かなと思いますので、あえて着地を狙ってみるのもいいかと思います。ジェットパック狩りについて話してきましたが、これを行う上では実は必ずしてはダメな行為となります。理由としては単純に相手のスペシャルで負ける結果になるからです。ジェットパックを使う側としてはラッキーですからね。まず基本的には逃げるまたは壁裏を取ることを意識しましょう。ジェッパ狩りをするにはまずそれからです。逃げることに関しては人数有利を取らせないまたはヘイトをしっかり取るためとなります。この状況ができれば無理に対面せず味方に対処を任せた方が安定はしますからね。また壁裏を取ることに関しては相手の攻撃を避ける場所の確保につながります。アップデートにより強化されたので、なるべく大きな壁を活用する方が被弾を抑えられます。大きな壁だと相手も倒しづらいっていうのもありますね。まずジェッパ狩りをしようとするけど相打ちとかやられちゃうなっていう人は、まずこの逃げる選択からしていきましょう。車線が見えないのがトライストリンガーの強みですので、味方にヘイトが向かった時がジェッパ狩りのチャンスとなります。ちなみにですが、ジェッパ狩りをするときは相打ちだと意味はないです。人数差が出ないためですね。ジェッパ狩りについてですが、難易度も高いですしリスクも高いので、正直狙うのかは迷うテクニックだと思います。ですがジェットパックが強力になったことを考えると、狩れるというのはある意味チャンスとも言えます。相手としては攻撃の起点がなくなるわけですからね。攻める上での勢いが落ちてしまいます。またジェッパ狩りをされた相手は不用意にジェッパを使うことを戸惑う可能性があります。試合中に一度でも勝っておくと心を折ることができるんですよね。これはリッターの当てられた時の感覚に近いです。当てれるよという圧を一度でも与えておくと、それだけでスペシャルの発動位置は大きく変わります。上がり気味のジェットパックは正直怖くないですからね。またしっかり狩ることができれば、こちらの攻撃の起点に切り替えることも可能となります。単純にホップソナーのようにスペシャルを一つ潰せるわけですからね。無理に狙えというわけではないですが、味方が狙われている時にしっかりと落としてあげると士気が上がります。信頼度も上がって前線に味方が出やすくなったりしますので、ここぞという時は狙ってみるっていうのも一つの手かなと思います。はい、ということで今回ここまでとなります。ジェッパ武器急増、トライストリンガーだからこそ抑えときたいジェッパ狩りのコツはいかがでしたでしょうか。トライストリンガーでジェットパック狩りをしてみるということですが、それなりのリスクはある行動だなと正直思います。ただできた場合、単純に相手のスペシャルを潰せる機会が増えますし、何より仲間が動きやすくなります。全部狩れるといいっていうわけではないですが、どんな時にも狩れる感覚があるといざという時に役に立ちます。ちなみにですが、試し打ち場の横に置くバルーンで練習すると左右の動きに合わせやすくなると思います。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。